2020SL-1 はハワイのハレアカラ天文台で行われたパンスターズの観測で発見されたアポロ群の地球近傍小惑星である。推定直径は 0.92.0km。2020年に発見された最大の潜在的に危険な小惑星である。2020SL-1 は2020年9月18日にハワイのハレアカラ天文台で行われた。 ファンスターズの観測で発見された。最初に観測された時、見かけの等級が22.3で、三角座の方向に存在していた。2020SL-1 は地球から1.94天文単位離れた位置にあり、毎分0.56秒角の速度で移動していた。その後、2020SL-1 は小惑星センターのネオケップに P116ATG として記載された。 フォローアップ観測が H21 の観測所で実施され、以前に2020年8月28日と9月17日に観測されたレモン酸サ,ンサーベイのデータで確認し、2020年9月19日に 2020SL1 として公表された。2020SL1 は2012年11月から2015年1月までのパンスターズのいくつかの以前の観測、 およびレモンサンサーベイの2012年10月の観測で特定されている。2008年10月25日からの3つのスローンデジタルスカイサーベイの画像で最も初期の基地の観測が特定された。2020SL1、木星、内側の惑星の起動図 2020SL1 の公転周期は約3.99年で平均距離は2.52天文単位である。 その軌道は0.64の高い離心率を持ち、王道面に対して14度傾いている。太陽からの距離は、近日点で0.91天文単位、遠日点は4.1天文単位で、地球と火星の軌道と交差している。地球の軌道と交差していること、軌道長半径が1天文単位より大きいことから、2020SL1 はアポロ群に分類されている。 2020SL1 の軌道は12年以上の長い観測期間を持ち、不確定パラメータ1で明確に定義されている。サイズが大きく、最小交差距離が小さいため、潜在的に危険な小惑星に分類されているが、今後200年間は0.1天文単位より近い距離で地球に接近することはない。過去200年間で 2020SL1 が地球に最も接近したのは、 1972年7月10日で地球から0.073天文単位離れた距離を通過した。絶対等級17.35に基づいて 2020SL1 のキカールベドがそれぞれ0.25と0.05の場合、直径は0.9から 2.0km となる。これは2020年に発見された潜在的に危険な小惑星の中では最大であり、 絶対投球17.8の 2029F6 が、それに続く。ありがとうございます。